はい。皆さん、こんばんは。令和2年5月2日、ボギーチャンネル。音声の方、大丈夫でしょうか？よろしくお願いいたします。本日は、中佐の、放送でお付き合いいただけましたらと思います。サメハダさん、ありがとうございます。ニラちゃん、ありがとうございます。ラプテンさん、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい。ボギーチャンネルの方はですね、最近ボギーさんお仕事の方多忙ということで、我々影武者たちが、やってるというチャンネルで申し訳なく思っておるんですけれども、5月2日、ゴールデンウィークに入って、ということなんですけれども、いろいろあるかと思いますが、そうですね、まずちょっとこの1週間、いろんなことがありまして、まず、1週間見てて、はって思った話題からいきたいと思います。まずこの話題から。はい。こちら。よいしょ。よいしょ。はい。こちら。みんな大好き、阿部たけしさんの話題からいきたいと思うんですけれども。ですね。4月29日の投稿なんですけれども、見たときにはって思ったんですけれども、なんて言いますか、読んでみましょうね。日本の象徴である富士山の上を損傷国のヘリが飛ぶ。昭和天皇のお誕生日に、この写真を投稿した戦勝国軍を自称愛国者たちはどう見ているのでしょうか。私はいつでもどこでも米軍機が我が物顔で飛ぶことを怒るぐらいには愛国的です。ということだそうです。で、一応、在日米軍厚木基地航空施設の、広報部から、おはようございます。日本では大型連休が始まりましたが、新型コロナウイルス拡散防止のために、ご自宅で過ごしていらっしゃる方が多いかと思います。そんな皆様に敬意を込めて、こちらの写真をお送りいたしますということなんですが、まず一つ突っ込みたいところがあるとしたらですね、私、富士山って日本の代表する山ですわね。で、日本の象徴って、この人憲法一条に何て書いてあるか知らないんだろうかっていう気がいたしましたけれども、日本の象徴は富士山でしたっけ？と思って、代表する山ではあるかと思いますけれども、富士山の上を、米軍ヘリが飛んじゃいけないのかなっていう話ではあるんですけれども、さすがにね、普通、皇居の上を飛ぶ飛行機はなかったと思うんですけど、そんな非常識なことをしたら、それは起こるかもしれませんけれども、ね、ちょっとその辺が、ちょっとこの人ずれとりゃせんかって思ったんですよね。で、ちなみにですね、富士山の上を飛んじゃ、あ、失礼します。少佐来られました。ありがとうござい来まられました。す。ありがとうございます。どうも、少佐、どう失礼しまも、す。少佐、失礼します。挨拶どうぞ。あ、呼んだろ。ええー、まあ、あの、ええー、まあ、あの、あ、まあ、あの、あ、案まにあ、あの、来てねっ案ていにう来て感じねっで、ていちょっとう圧力をかけさ呼んせだていただろ。きましたけど。呼んだろ。呼んだの私ですけど呼んね。だの私ですけど案ね。に来てくんないと怒る来てよっくてん言っないて、ちょっと怒とるよって言って、少佐に圧少力佐をにかけ圧さ力せていをかただけいさたせのても私ですから、裏で。私ですから、裏で。呼んだ ろ。はい。呼んだろ。はい、すみません。はい、すみません。すみません、すみません。すみません、すみません。呼ぶなよ。呼ぶなよ。で、話進めさせてもらってよろしいでしょう話か。進めさせてもらってよろしいどうぞ。ですか。どうぞ。考察しちゃダメなんですそういうか。こと、そういうこと、その話題はまた後でやりますので。ですね、皆さんにちょっとせっかくだからいい写真をお見せしたいなと思ってですね、こちらどうぞ。こちらどうぞ。ドン。ドン。こちらですね、せっかくいい写真に切りかかってるのに、少佐の方がそっちですかってやつなんですけど、この写真ですね、実は去年、ですね、ご即位の日に初冠雪いたしました富士山を、翌日、あの日ちょっと私、東京にいたんですけども、翌日、地元に帰るときに、たまた聞いまてないな。飛行機が富士山の、富士山の上を通ったんですけども、その時に、撮影した1枚ですけどそも、うなんですか。何ですか？何ですか。
ね、日本の象徴である富士山の上を飛んじゃいけないっていう安倍武さんにしたら私怒られちゃうのかなと思ってですね。はい。まあね、こっちの写真の方がいいと思うんで。ちなみに俺詳細言ってなかったでしたっけ？私去年あのご即位の日あの東京いるよって言って、なんかお忙しくてなんかお忙しくて時間が合わなかったって言ってね。いや命令だから。これ去年のあのご即位の日の話ですよこれ。ご即位の日の翌日の写真ですよこれ。はい。ご即位の日の翌日は命令じゃないね。はい。あ、すいません。ハウってるということで、大丈夫ですか？今、少し。ハウってるというか、僕、喋ってる声が自分の声が聞こえないの。もしもし、大丈夫です？うん、話は聞こえてんだけど、自分の喋ってるのがよくわかんないの。これ、おかしいな。私は少佐の声よく聞こえるんですけどね。あ、本当ですか？はい。じゃあ、いいです。なんか私の声が二重になってますね。どうしてだろう。さあ、よくわかりません。すいません、ちょっとやる気もありません。まあ、あの放送機材の関係で申し訳ありません。まあそういうこともあればさ。はい。まあまあこんな綺麗な富士山なわけですけれども、まあねえ。ねえ、富士山の上、米軍ヘリが飛んでても別になんかいいんじゃないって思うんですけどね。富士山の上は航路です。ですよね。なんかそれ、富士山見せようと思って、飛行機起こったっていうのもあったよね。ああ、ありましたね。そんなのが。そんな話がありましたね。でも、綺麗な写真ですよね、これ。これ自衛隊かなんかでしょ？いや、米軍、在日米軍厚木航空施設の広報部の写真ですね。自衛隊の写真？アメリカ軍か。自衛隊じゃねえんかよ、うん。はいはい。アメリカ軍か。まあまあ。じゃあまあちょっと次の話題に。まあその沖縄つながりで次の話題行きたいと思うんですけれども。アメリカ軍かよ。なんか少佐なんかトゲがありますね、いつも。いつもトゲてないよ。あ、そうですか。うん。じゃあちょっとこちらいきます。はい。浦添市の松本市長の5月2日のツイートです。浦添市の松本市長さん頑張ってらっしゃるようで、ゴールデンウィーク中ですがということで、まあ学校の休校延長中も保育園学童クラブについては現状体制の、継続です。人員体制も逼迫し感染リスクと向き合いながらの厳しい日々ですが、少なくとも16日土曜日までは現状のままご協力をお願いすることになりました。ご理解のほどよろしくお願いしますということで、まあいろいろ発信されてるわけなんですね。で、なんか伸びるらしいよ。はい。伸びるらしいよ。あ、また伸びるんですね。うん。いや、特定対象がなんか、はい、これまあ、はい、正確ではないんですけど、はい、噂によると、はい。沖縄県が特定地域になるとか。あ、そうなんですね。この間、知事がお願いしに行ったからでしたっけ？沖縄県が特定地域指定してくれとか、うん、いや、なんか今度4日の日の、うんうん、4日の日になんか、政府の延長発表の時に沖縄が特定地域になるんじゃねえかですよ、うん、かね。ああ、そうなんですね。うん。うん、まあ話を進めさせていただこうかと思うんですが、あれなんか羽織りがしますね。すみません。で、浦添市の市長さんがまあこういう投稿されているということで、うん、で、次はですね、石垣市の、
市長さんの投稿を見に行ってみたんですけどね、石垣市経済回復応援プラン、職員向け黒毛和牛販売に続き、漁業者応援キャンペーンは今がシーズンの石垣産本マグロの特売です。私も赤身を、柵ですかね、で購入、市民の皆様へ特売キャンペーンはお刺身クーポン券、市内の刺身屋で刺身&天ぷらが買えるクーポン券500円分を400円で販売しますというお知らせ、ね、贅沢だな、うん、まああの沖縄のマグロ、まあまあ、あの本マグロなの？石垣産マグロって書いてますよ。本マグロって書いてね、本マグロって珍しいね。マグロを貯めてコロコロさんを吹き飛ばせということで、まあいろいろでも、ね、沖縄のマグロってバカにできないのよ。はい、そうですよね。いやこれね、うん、写真見たんですけど、これがうまそうなんですわ。あの沖縄のマグロって、はい、冷凍してないからね。ですよね。うん。うん、だからまあちょっと本当にカジキとかそういう系のマグロはうまい。うん。うん、沖縄に行きたいなと思った次第でございますが、あのコロナが終わったら、うん、はい、マグロのフライとかね、はい、美味しいですよ、はい、なんていう、ね、水っぽさがないんだよね、はいはい、うん、意外でしょうけど、あの沖縄行ったらマグロのね、うん、マグロもそうそう、キハダとかね、そういうのが取れますね、沖縄とか、うん、結構ですよ、ね、だから沖縄のマグロはね、また、だから結構なんていうの、違うのよ。うん。翔さんに連れてってもらった沖縄のね、まあ、観光客も来る魚市場で食べた海鮮丼というか、あれはあの時、鉄火丼食べたっけ、を、が美味しかったですけどね、私。県民価格で？県民価格で。あれ、翔さんがちょっと沖縄の人に見えちゃったみたいで、うん、県民価格でくれたね。県民価格になっちゃったっていう、うん、あれは受けた。あれはすごかった、ね、県民価格があるんですよ、まあ、あれ県民価格は受けたよ、うん、でもマグロ食べたよ ね、はい、うん、でもマグロ美味しかったですね。はい、で続きですね、まあまあ、ここまでですね、はい、まあ、コロコロさんが、まあ、いろいろあって、ゴールデンウィーク中もね、いろいろ情報発信されてる、方がおられる一方でですね、はい、我らがデギニー知事はどうなのかなと思って、今日ちょっと覗いてみたんですよ。コロナ渦から投稿なし、はい、変化なし。変化なしでした。さっき、今分かりませんよ、7時50分現在で。なかったですからね。あ、そう。うん。うん。一足先にゴールデンウィークに入っちゃったかな、この人、と思って。ああ、そうなんじゃん。うん。うん、ああ、セイラさんね、観光客には高いってね、1割引きなんですよ、県民価格。うん。うん、あれ、100円引きだったかな。なんかだよね。ちょっと安い。そうですね。そんな、ちょっと安かったですね。ちょっと安かった。そう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 。はい。はいはいはい、まあデリンさん早くもゴールデンウィークの長期休暇に入られたようで、なかなか更新がないようですけど、情報更新することがないのかなと思ってですね。へえ、うん、沖縄県知事って何、いつから更新してないの、コロナウイルスっていつだっけ、3日前ですね、これ今日の復唱ですから3日前。そう、埼玉県知事毎日更新してるぜ、はい、まめに。ですよね、うん、でも北九州市長も結構更新されてるなと思うんですけどね、うん、うん、ラプテンさん、さっき確認しましたらやっぱり更新なしだそうです。見に行ったんだ。ね、だからさ、この知事は何がしたいの、沖縄が特定地域になるかもしれないっていうってことはさ、はい、それだけやばいってことでしょ、はいはい、うん、ですよね、うん、なのにのんきにコロナ渦で止まってるっていうのはよくわからん。
まあ、あのコロナウイルスに関しては一応訂正ですって書き換えられましたので、まあ、深くは追及いたしませんけど、ね、ちょっとスクショの下の方を見ていただければ分かりますけどね。まあね、訂正はしてるからね。うん、ね、まあ、誰しも書き間違いはありますからね。うん、でもその下も3日前の、その前に免疫力を高めるだろうなんだろうって書いてあったんだよね。うん、3日前の投稿もそのなんか朝ごはんはこれですでしたっけ？私県民じゃないんで、うん、別にブロックされてても見捨てられないんで、はい。うん、まあまあ中にはね、ブロックされてないけれども県民の方が時給1000円まだですかって言いに来たらまだ返事もないっていうのもありますよね。はい、そもそもなんかツイッターで絡んでないのになぜかブロックされてるっていう県民もいらっしゃるようで。うん。まあまあ。うん。うん。まあまあ、そんな、はい、コロコロさんなわけなんですけれども、まあなんか、まあどこにでもね、批判をしたい人たちはいらっしゃるようで。ちょっとこの話題。うん。どうぞ。この話題。とにかく何でも批判しなきゃいけないらしくてですね。ちょっと読んでみますけども、花火、かやみ、ゆうじろうさんですか？株式評論家だそうですけども、一番の問題は感染爆発するという予想が大外れしていることなのに、それに対する説明やデータ開示、反省、及びが全くないこと、これは首相や都知事の責任でもある、明らかに大外れの予想をもとに理不尽な自粛を強要するのはおかしい。この人どこに住んでるんですかね？穴の中？さあ、知りません。株式評論家なんだよね。そうなんでしょうね。私あんまり株に興味がないのでわかんないんですけど。うん、株に、まあ経済評論家でもないんでね、僕もね。はい。予測が大外れってさ、はい、株価に影響はあったのなかったのって聞きたいですよね。こんなことよりね。株式評論家なのね。そうですね。うん。うん。まあだから早々に突っ込まれてたようですけどね。うん、まあそうでしょうね。うん、こちら、それはむしろ呼び込むべきことなのでは。国の施策がうまくいったことでここで抑えられているということではないのでしょうとか、何を謝れとということで、はい。確かに。うん。うん。よかったじゃん。いや別にうん、感染爆発の予測が大外れで良かったんじゃないのって。私はむしろ感染拡大の方よりも経済的な打撃の方が気になるんですけどね。うん、株式評論家ですからね、うん、株価が下がるとかそういう方を考えないんですかね。うん、不思議ですね。そういうのを評論する、まあ評論家なんて誰でも肩書きできますからね。うん、例えば宮城君で言えとか、まあ、あと、うん、沖さよ評論家とかさ。ね、ああそうですね。はい。そうですね。僕なんかで言うと労組評論家とかね。うん。まあその程度評論家なんて誰でも名乗れるもんですから。まああれですから、HK さんは沖さよ退治の専門家ですから。違いますよ。あれは成敗評論家ですから。はい、次行きましょう。はい、次行きましょう。ですね、次の批判したい人っていうのはこの人ですね。なんか批判したい人っていうかなんかあれなんですけどね。これ、はって思ったんですけど、こちら。原口さん。はって思ったんですけども、原口さんの話題から、日本のグラフには山が見えません。上がり続けている。この人、おかしくなっちゃったんじゃない？大丈夫かな、この人と思ったんですけどね。うん。山が見えませんってさ、下って、うん、登ってってて、下ってないの？いや、これ、何のグラフかというとですね、拡大しますね。ごめんなさい。ちょっと待ってからね。拡大しますと、こちら。ちょっと字が潰れて見えにくいかもしれないんですけれども、人口100万人あたりの、死者数なんですよ。だから、いわゆる累積グラフなんですね。はい、あ、なるほどね。で、これ、はい、日本はどの色なの？赤が日本です。全然緩いや。紫がですね、
で、スウェーデンで、緑がイタリアですね。っていうかさ、これ、累積なのね。はい。はい。累積ってことはさ、はい。減らないじゃん。上がり続けるのが当たり前。そうなんですよ。だから、まあ、これ、上りグラフでしょ？そうです。だから、増え方のカーブを見ることなんですよね、要は。要は、だよね。イタリアとかも、うん。で、日本で見るところは、ちょうど、すみません、日本で見るべきところがあるとしたら、ここの場所だと思うんですよね。ちょっと、映るかな？ちょっとずらしますけど、ですね。これって簡単に言うとさ、緩やかか急かっていうだけの話でしょ？緩いやん。そうなんですよ。だから、急に増えてるのは、日本だと、4月の、26日の数日前ですから、まあ、19、20、21、22から23あたりのところに急に増えてるっていうのは確認取れるんですけども、うん。だからまあ、こういう頭の悪い国会議員いいから。はい。まあ、他の国に比べれば、この急激な増え方のは緩やかだよね。ですね、うん、ってことですよね。で、まあ、イタリアと、スウェーデンかなは、最初はかなり急激に上がってってますけど、最近ようやく、増え方が緩やかになってきたっていうのが、それだけの話でしょ。わかるということね。それだけの話ですね。だから、グラフも読めないバカですか、この人。だから、日本のグラフには山が見えません。上がり続けているって、いや、だから何が言いたいのこの人と思ってね。当たり前だろって思うんですけど。うん。はい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 。じゃあ次行きましょう。はい、次行きます。はい、次の話題はですね、ラプテンさん激怒の話題です。何ですか？はい。ですね、こちらの話題から。カンナオトね、4月30日、投稿ですけれども、安倍総理は何をすべきかという判断ができないのです。国会答弁を聞いても専門家の意見を聞くというだけ、政治上の最二項責任者であるという総理としてどう判断するのか何も語りません。原発事故の時の撤退問題は専門家の意見ではなく総理として判断しました。もちろん全責任は総理にあります。嘘つき。これすいません、撤退問題は専門家の意見ではなくって、撤退するって言ったのは東京電力での幹部、本社ね。はい。で、第一原発は縮小するって言ってるんですよ。うん。専門家の意見聞いてでなく総理として判断したって何言ってんのこの人。いや、あれじゃないですか、自慢したいだけでしょこれ。僕はものすごく原子力に詳しいんだって言いたかったんじゃないですか。うん、まあそうなんだろうけどさ、はい、すいません、本当に小金井と武蔵野の皆さん、この人なんとかしてください。はい、比例復活もさせないぐらい、票を入れないでください。いや、私の中ではね、この写真のね、自衛官の何とも言えない表情がなんか、すべてを物語ってるような気がするんですけどね。ていうか、はい。いや、だって、これ、総司令官の前でこの、はい。だよ。最高司令官だよ、この人。この時。ですよね。はい、したくなかったろうな、はい、この人、この自衛隊の人もな、はい、こんな無能な司令官だな。はいはい。で、まあ、ね、さっきのね、自慢げに書いてた総理が専門家、はい、専門家って、結局この人は原子力に詳しいんだって専門家の意見聞かなかったんでしょ。ですよね。専門家の意見も聞かないし、原子力規制庁はバカにされただけ、バカにしてただけでじゃないこの人。はいはい、うん、いやだってね、いいこんなバカ、だってあれ、正直ね、あれですよ、私この人の逸話聞いた時に、なんか原子力に詳しいんだって言った直後に、で臨界ってなんだって聞いたっていう話が伝わってるじゃないですか。
臨海ってあの臨海？はい。そうそう、あの要はお台場じゃないぞ。あの核部、いやいや臨海副都心じゃありません。いやなんかあの飛ばすの営業所でもないぞ。あのなんか この4あの漫画をふっと思い出したんですけどね。いやなんかね、あの竹の内を締めればそれでいいっつうわけだな。そうそう、俺が言いたいのはそういうことだよ。で竹の内って誰だっていう、っていうかさ、このネタをやりたかったのかこいつはと思う。臨海ってさ、はい、あの臨海でしょ、はい、あの原子力のパチパチパチが始まる。要はあの要は核分裂の反応が起きる。そうそうですそうです。はい、ねえ、あの JCO のあのあれでしょ、はい。はい。東海村臨海事故の臨海でしょ。はいそうですそうです。はい。はい。よくわからんわ。もういいよ、はい、こういうアホ。はい、あ僕もちょっと最近、はい、ここ数日ツイッター絡んじゃったけど、いいよ。はい。いいよ、はい、最後にこの話題から。この話題から。はい。はい、悪かったな、高卒で。いやいや、まあまあまあ。え、ダメってことないとこれ、この人は青山学院大学出身だったっけ、はい、なんですかね。はい。確かね、青山学院大学だったかですよね。私の部下に青山学院大学って言いますけど、はい、私高卒ですが、はい、私高卒ですが、はい、部下には青山学院大学から入った人もいますよ、はい、もうさ、中さん、そんなこと言うんだったらさ、はい、そんなこと言うんだったらさ、もうこれ聞かせちゃう。はい、いい？音流して、はい、どうぞ、はい、ちょっと待ってね、マイク入るかな、まあ、こっちで流しましょうか。生活も成り立たない、学校を辞めたら高卒になる、就職どうなるか。聞こえました？はい聞こえました。もう一回行こうか。どうぞ。僕は生活も成り立たない、学校を辞めたら高卒になる、就職どうなるか。聞こえましたね、今。はい、聞こえました。はい。はい。一応、著作権の問題が絡んでるので言っておきますけど、これは参議院の、動画ですので、はい、フリーでございます。はい。切り取ったと言われると嫌なので、はい。その、ちょっと前の部分を読もうか。こちらです。要は、ちょっと待ってくださいよ。はい、はい、あるの？はい、最後少佐が送ってくださったんで、これでしょ？そうそうそう、フリーランス等の枠に学生を入れてあげればいいじゃないですか。そのスキームの中に、この子は生活も成り立たない、学校を辞めたら高卒になる、就職はどうなるのか、奨学金返せない、その不安の声にどうして答えられないんですかと。って言いますけど、はい、奨学金の人がね、学校を辞めな、ね、い、要するに生活苦になるから、っていうのはいいんですよ。討議としてはね。はい、でもね、うん、学校を辞めたら高卒になる、就職はどうなるのかっていうのは失礼じゃないっていう話なのよ。ですよね。うん、この蓮舫さんが自分で挙げた議事録をね、読んでれば、はい、まあ、野党としては、まあ、奨学金の学生さんたちの支援をしたいと。支援をしなさいと言いたいのはわかります。だけど、この言い方はねえだろうと。ね、ずっと、蓮舫さん、議事録2枚ぐらい貼ったんですけど、この2枚貼ってあるうちの、このたったですよ。この子は生活も成り立たないの、あと、学校を辞めたら高卒になる、就職どうなるか、これだけでもうこの論議ダメ、終わりですよね。うん、ね、奨学金がの人たちが学校を辞めちゃって、だからこの子は生活が成り立たない、奨学金返せないっていうならわかるんですよ。そう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 、うんうん、
高卒だから奨学金返してるやついますよ、うん、うちの部下でも奨学金返してるやついますよ今ですよね、うん、うんうん、だからもうこのたったこの文字数で、うん、バカ、あの切り取られてどうのこうのって、まあ、いつもね与党の議員のやつを切り取ってどうのこうのっていい気味だっていうね、うん、与党系、うん、要はまあ右派だとか保守だとか与党を応援する人とかね、うん、安倍さん大好きな人とかね、そういう人たちはね切り取ってまた総さんの発言がどうのこうのって言ってね、いいざまみろだと思ってるかもしんないけど、よく考えてみると、そういうふうに上げ足を取ってるような人たちが上げ足を取られるような言葉でおじゃんにしてるっていうね、ブーメランっていう。まあ、そうなんですよね。あ、ちなみに、まあ、ご本人、こちら、まあ、その、謝罪はされてる。これも謝罪文になってないでしょ。まあ、私の言葉が過ぎました、うん。本当に申し訳ありません。高卒で頑張っておられる方々に心からお詫びします、うん、使う言葉が全くもうダメです。申し訳ありませんでしたって、これ謝罪になっとらんやん。私の言葉が過ぎました、うん。本当に申し訳ありませんじゃないだろ。ここがおかしいだろ、お前。私の発言で高卒で頑張っている、方々に、失礼をしました。申し訳ございませんだろう。ですね。何が心からお詫びで、心からお詫びてる文章感じねえよ、これ。ね、目指す目的のため奨学金で大学に入った学生がバイトがなくなり金銭的に退学しか選択がない場合の人生再設計の前の支援を求めました。だからさ、それと高卒関係ないだろうよ。高卒になって就職どうなるかって言ってんじゃん。はい、でしょ。はい、議事録に残ってるってことは公文書ですからね。はい、学校を辞めたら高卒になる、就職がどうなるかって言って、はい、さっきの謝罪の発言で戻して、はい、ね、退学しか選択肢がない場合の人生最後高卒で就職すりゃいい、うん、だけでしょ。ですよね。の支援を求めました。だから、人生再設計っていう。ね、確かに、そう、退学しか選択してない方の支援の話なのに、なんで人生再設計なんですか？うん。もうおかしいでしょ？うん。なんか、これ、あ、そうですね。二重の意味でおかしいですね。なんか、おかしいでしょ？しか選択、うん、高卒は。だって、議事録にあえて残ってんだからね。これはもう取り消せないですからね。議事録を削除しない限り取り消せない公文書ですか、うん、こんな言い方し、言い訳したって無駄ですよ。うん。うん。まあ、過去にね、この方、ね、こういう発言もしてたみたいですけどね。うん、あ、これ、離党ね、確保したやつね。俺はもうそれじゃないやつの画像の方が良かったね。あ、こっちですか。ちょっと待ちくださいね。こっちかな？そう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 、これだね、うん。国会議員という以前に人としておかしいと言わざるを得ない。自分で言ってんじゃん。自分で言ってんじゃん、ね、あの本当にね、奨学金で、はい、まあ、はい、学費が払えなくてね、退学しなきゃいけないっていう方々の支援を考えてくださいって言いたいのはね、分かりますよ、はいはい、
でも、謝罪コメントは、そういう風になってないし。うん。ですね。うん。うん。国会議員の資質があるとは到底思いません。思ってませんよ、私なんか。だからさ、立憲民主党って、高卒の皆さんがいっぱい働いている、労働者の代表の連合から推薦を受けてこの人当選してんだけどね。ですよね。はい。意味わからないね。うん。まあね。まあ、うん、まあ、こういう状態ですからね、この方、子供さんに言われちゃってますけどね、お子様に。そうね。はい。子供国会議員に言われちゃってね。はい。民進党の蓮舫さんは他人を批判してばかり。連合がこの人に推薦取り消すようなこと言えないんですか。いやー、連合が言えないと思いますよ。うん。うん。比例に入れてもらわなきゃいけないからね。本当だよね。きよみちゃん、すごい。いいこと言うね。キムちゃんいいこと言うね。はい。こんな議員がいいが、切々が凍る思いいたしまして、本当だよね。たまにはまともな、まともなこと言うんじゃん。はい。で、これただ繋いでるだけなんですけどね。はい。おそらくこれは与党の議員に対して言ってるんでしょうけどね。はい。まあそうなんでしょうけどね。そうなんでしょうけどね、素晴らしい画像ですね。本当に本当に素晴らしい、ね、はい。なんでこの政党ってさ、ね、この政党ってさ、こういう頭の回転が良くない人が多いんですかね。まあ、うん、っていうか、副代表なんだからさ、副代表に任命した責任はどうなってんだよ、はい。まあ、隣の選挙区のおっちゃんよ。うん、直ちに影響ないんだろうね、多分ね。はい、これ全部さ、まあ、政治家かなんかでさ、漫画になるよね、ペラペラ漫画になるよね。ですね。はい、うん。任命責任は直ちに影響ないってね。パラパラ漫画になっちゃう。いや、なんか、誰か作ってませんでしたっけ、そんな動画。なんかその、なんかどっかで見たぞ。なんか野党議員が野党議員を責めるっていう動画。蓮舫が蓮舫を責めるっていうのあったよね。はいはい、そう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 。なんかその、発言をそのまま、つなげただけで、なんか全部耳が通ってしまうみたいな。うん。なんかパラパラ漫画できるよね。ですよね、うんうん。だからなんでこの却下マンなんですか。いやいや、好きなんで私これ。はい、ね、まあまあ、まあね、まあそういうことで、はい、ね、お後がよろしいようです。もういいよということで、まあ締めに入らせていただきたいと思うんですけれども、ですね、まあ、うん、まあ、本日、の、動画いかがだったでしょうか。YouTube チャンネル、ボギーですね。ボギーチャンネル、公認 YouTube チャンネルで、チャンネルボギーの方で過去放送の方はアップしております。最近宣伝用の画像作ってないな。最近ちょっとチャンネル登録者が減っておりまして、皆様よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークに暇な時にでも見てください。はい、いろんな話してますんで。はい、最近ね、ボギーさん忙しくて表舞台に出れない状態でね、はい、僕らが適当にやってますけどもね、はい、ボギーさんがね、戻ってきたところ、
できるようになった時にはですね、思いっきしですね、逮捕がどっかんどっかん出ると思いますんで、それまでもうちょっと時間かかるかな、と思いますけど、それまでは、まあ、僕の時もいつも言ってるんですけどね、北は福島から南は沖縄までということでね、いろんな地域の人間が、いろんなネタを、自分たちの専門のね、的なところとかやったりしてますんで、よければですね、お付き合いいただければと思います。宮城さんのおっぱいお話や僕の組合の話、中佐のなんか、変な話、あと小木さんのちょっと真面目な話、だって、まあ、いろいろね、ありますんでね。はい。結構忙しい。うがい、手洗い、あとマスク。そう。私昨日あれ、大変だったのよ、集めんの。一日で。まあ、翔さんの昨日のね、メーデー話は良かったですけどね。ありがとうございます。はい。いやまたこういう機会あったらね、第3回組合講座やりましょうね。そうですね。はい。うん。あ、そうだ。最後に翔さんが送ってくださったやつやります？あれはいいよ。あ、でもね、今日、でも、まあ、せっかくなんでね、ネタは明日、中佐がやるみたいだから、明日でもいいんですけどね。今日、マスク、売ってました。はい。はい。定価2000円。20枚入り。定価2000円。20枚入り。はい。はい、1500円で売ってましたけど、うん、あ、1500円で、うん、でもさ、うん、この人たちさ、こういう値段に釣り上げたいがためにやってんじゃないの、はい、ちなみに先日ね、松本さんで買ったね、うん、アイリス大山の中国製、うんうん、斜め入りで300円だよ、うん、今日見た、中国製20枚入り、はい、これちゃんとして日本の輸入元がやってる、はい、ちゃんと日本語、綺麗な日本語で変な言葉が書いてないちゃんとした日本語の輸入マスク、うんうん、定価2000円、空飛ぶナメクジじゃないやつですね、うん、じゃないやつです。ちゃんと日本語が綺麗に書いております。多分、どっかに作らせて、輸入元って書いてありますけど、定価2000円、うんうん、税別、うん、ぼってね、うん、いやそれでも品物が店頭にあるだけマシですって。すいません、うん、アイリス大山のやっぱり7枚300円のマスクに比べて20枚で2000円じゃさ、単価高いと思うよ。うん、ちなみに三次元マスクですら、7枚400円ですかね。うん。うん。そう考えていくとさ、うん。すげえ持ってんな、思うんですよ。うん。うん。だからね、そうやって持った値段で売りたいがためにね、この人たちこういうふうにやってんじゃないのって思うのは僕だけ？ああ、なるほどですね。そういうこともありますね。うん。うん。だからほら、布マスク作れる人はいいじゃん。うん。男一人でさ、布マスクなんか作れっかっちゅう、はい、まあよく米軍とかでね、こうやって簡単にできますよとかってやってるけどさ。うん。ね？すいませんね。福島さんがね、おしゃれにしてるね。うん、おしゃれにつけてるね、針仕事が。ブラジャーみたいなね、マスク。男4問目ですみませんってやつで。そう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 。で、お裁縫ができない人間はどうすればいいんですか、うん、お手製のマスクせっせと作ってもらうんですか、誰かに、うん、あげますよっていうのなしね、うん、お気持ちだけでいいですよね、うんうん、と思いません。でも皆さん、うんうん、わけわかんないところの中国から輸入作ってきて、うん、ね、うん、日本向けに作った輸入物のね、日本向けですからね、うん、完全な日本向けですからね、うん、2000円だね、うん、1500円で売ってたけど、うん、安いとは思わなかったね、うん、
うん、でも1枚80円でしょ、うんうん、単純に、うん、80円90円うんの話じゃないですか、うん、だってこのコロナ渦の時にね、うん、100円ショップでね10枚とかで売ってたんですよ、うん、中国製のマスクが、うん、1箱500円で売ってたんですよ、コロナ渦ってかって言われる前は、はい、はい、なんで3倍もするのよ、うん、5倍もするのよ、うん、今50枚入りの相場がだいたい3000円台でしょ、うん、1000円しないで売ってたもんですよ、まあ、そもそもなんか布マスクってその要は買いだめに走らせないとかそういうねそういう意味もあったとは思うんですけどね。で、あのアベノマスクと言われるものが世に出始めた途端怪しい仲介業者がマスクを放出しだしたじゃないですか、うん、中国製の、うんうんうん、なぜかアルコールがねって言ってる割にはあっちこっちアルコールが手に入るようになったじゃないですか、うん、あの国のは使わないとかっていうこだわりなしで考えたら、うん、まあ私の周辺ではアルコールは困んないですよ、今日すごいですよ、 500ml 買いました、うんうん、ポンプ松本清で、うん、メイドインコリアって書いてあったかな、うん、安心と信頼のないコリア製だけどねまあまあまあ、うん、まあでもね、まあ、コリア製でもねないよりはいいでしょ、うんうん、まあさすがにねあの安心と信用はないよ、うんうん、あの一応言っときますね。安心と信用はないけど、うん、ないよりはいいでしょ、うん、でもね、あの、マスクの一番、ヒアルロン酸が入ってるし。あったら、うん、うん、マスクの1割に不良品があった、こんなマスクなら配るのやめろとか言ってますけど、でも、なんか、結構その、ネットでも怪しい業者だったりすると、ねえ、あの、ナメクジもね。うん。トラトブナメクジっていうのも、まあ、あれはあれかもしれませんけど、なんか、話に、ネットの中に出てくる話として、なんか、ね、買ってみて、ちょっと試しに中身を切ってみたら、ティッシュペーパーが詰まっとったとかいう、笑えない話もありましたよ。そうそうそう、うちの会社で使ってる中国製のマスク、うん、古いやつなんだけどね、プリツの部分がポキってね、ね折れるよ。うん。うん、昔の中国製なんてそんなもんなんですよ、10年ぐらい前の代物なんて、うん、うん、ですよね、うん、そうで昨日はね、うん、テピカが手に入ったんですよ、テピカジェル、うん、なるほど、これがね 60ml 入りで500円、今日松木用で 500ml のメイドイン、安心と信用がないね、コリア製でしたけどね、1380円でした、松木用で、うんうん、はい、松木用で、そうそう、まあ、最近ね、でも日本製のジェ、うん、でもね、ちっこいやつだと日本製結構ちょろちょろ出てますよ、うんうんうん、でもちょこちょこそういう量販店で出るようになってきたわけですね、うん、特にあの韓国製のなんか化粧品メーカーが作っているアルコールジェルは結構見てますね、うん、ただねエタノールが 68% って低いんだよね、まあちょっと低めですね、まあだから安心と信用がないって言ったんですよね、安心と信頼がないコリア製なんですよ、うん、ね、まあまあでもでだけど 68% のエタノールでもさ、はい、その後にちゃんとあのね、手洗いをすればいいんですよ、うん、でも、うん、ハンドソープが売ってないってどういうこと、うん、牛乳石鹸はいっぱい見ますよ、赤箱青箱は牛乳石鹸は、うんうん、牛乳石鹸、ミューズが、ミューズの固形なんか久々に見ましたよ、うん、今日、うん、
本当にね、殺菌とかほら薬用作用のあるあのハンドソープ、全然出てこないですよ。アルコールより出てこない。なるほど。牛乳石鹸で良ければね、困んないんですけど、まあ、牛乳石鹸はどこでも売ってますから、良い石鹸ですから。この間、はい、で先週ホームセンター行ったんですよ。はい。ハンドソープないんですよ。うん。でもね、唯一ね、ハンドソープあったんです。はい、業務用の。例えば業務用のキレイキレイだとか、ビオレだとかね。そういうのはないんですよ。サラヤで出てるシャボネットだけはあったっていう。シャボネット。あれですね。はい。でもあ、お手洗いにある。シャボネットも。あの、下からピュッピュッピュッってやる。あれですね。昔ながらの。あれですね。緑色の。お手洗いにある。でも悪くない。でもあの、いや、天下のサラヤさんですから。しっかり洗い流すことも大事ですから、ね。いや。あ、宮城さん、ありがとうございます。やっぱり、あら、石鹸といえば宮城さんということで。はい。ね。まあ、また近いうちに、あの、宮城さんにも、あの、番組見てていただければと思いますけれども、まあ、そんな感じで、今日はよろしいでしょうか。はい。そうですね。ただ、あの、皆さん、本当にね、はい、あの、手に、あの、もし見かけたときは、はい、あの、すぐ買っちゃった方がいいですよ。はい、あの、買いだめとかじゃなくて、あの、わざわざ買い占めようとか、そういうんじゃなくて、あの、見かけたときに買っとかないと、後で後悔します。買っとけばよかったって。はい。はい、値段は別ですよ。あんた値段は要素だ。今日その1500円のマスクで、高えなって言ってましたからね。他の人が、ああ、そうだよね、高いよねって思いましたから。はい。ということで、最近、はい、締めましょうか。はい。では、そろそろ終了にしたいと思います。今日は翔さん、わざわざお越しいただきまして、ありがとうございました。はい。では、本当だよ、はい、呼び出されて。すいませんね、裏のところでは、実は、毎回毎回、ボギーさんを交えて、今日誰がするっていう話が行われているんですけれどね、そんな中、一応今日は中探しますっていうことで、どうぞどうぞみたいな感じだったんですけど、コラボ来てねっていう感じで。ひどいよ。先生、無理やり来させたのは私です。僕、1日はやりますって言ったけどさ。はい。まあでもね、週末は僕らがやって、ね、はい、今週は宮城くんから始まってるのかな。ですね、はい。宮城さん、ね、小木さん。そう。なんで明日は誰か分かりませんけど。明日は誰だろう。小木さん。明日誰だろう、まあ、明日誰だろう、はい。まあ、そういうことで。明日は中世やる気にいるんだよ、中世。いや、いや、特に考えはないんですけど、私。そうなんですか、ま、そうなってたんですか、いつの間にか。知らんけど、明日はコラボしないよ。あ、そうなんですか。あ、そうなんですかって。なんかね、明日は呼んでも来ないからね。あの強さだったら。そうですね。またこの後の、テレビ会議で決まります、ね。まあ、この後のちょっとテレビ会議でまた決まるんですけどね。いい加減この人にちょっと番組持ってもらいたいんですけどね。この人なんとかしてよ。この人当番回ってこない。みんな聞きたいよね。この人の。聞きたいでしょ？この方からなんかいろいろと。うん。ね、この人の一人語りとかさ、1時間ぐらいやらせたいんだよね、俺個人的にはね。ですよね。はい。はい。ね、はいって。
いやいやいや、あの昨夜に語られますから。最近あのワンの思いでは雄弁に語ってらっしゃいますよ。ただなぜかあの皆さんの前に出てくるとなんか雄弁じゃなくなるみたいですけど。いやあそう、最近ラジオ喋って収録だからね。まあ収録なんですよね。なんかあのなんか収録もどうせ聞いてないから、どうせ聞いてないから。あのどうせ聞いてないから生でやってるはずなんですけどね。うん。うん。なんだろうね。あのどうせあの生で見聞いてないから彼は。あのなんせあの今あのボギーチャンネルやってる間にあの違うことメッセンジャー送ってますからね。さっきチャキーンと音がしたあの却下マンか。だからさ、ボギーチャンネルの時間に、あの、メッセンジャーを送るなって言いたいとこなんですけど、はい、まあ、そういう人です。はい。だって、いい友達です。ね、ワンヌ、まあ、前、ワンヌムイラジオが収録じゃなかった時に、本番生放送中に、私のパソコンがピコーンって鳴ったからなんだろうと思ったら、キャッカマンからのメッセージだったとか、キャッカマンが僕のフェイスブックにいいねしてたとか。番組中に。え、大丈夫だよ。昨日一生懸命語ってたのに、中3なんかメッセンジャーいっぱいピコ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 やってたやん。まあ、はいはい。昨日生放送僕やってる時にピコ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 やってたやん。と、裏話もちょっと加えて長くなっちゃいましたね。はい。まあ、あの、いい加減この人にちょっと出てきていただきたいなと思ってます。そういうことで。まあ、そうですね。よろしくお願いいたします、はい。ありがとうございました。閉めますか、はい、よろしいですか、もう、はい、ありがとうございますかの。はい、もう、いや、僕の今日、画面、画像見てくださいよ。はい、ね、はい、ゴールデンウィークは外出を控えましょうって、ずっと出してたんですけど。はい、ね、はい、今が正念場です。ちょっときついかもしれませんけど。はい、はい、まあインフラを支えてる人間以外はあの今日も街、はい、今日僕病院で街出たんですけどね、あの、はい、無駄に買い物とか行ってる人いる。ユニクロ並んでんだぜ。だから不要不急な外出はとりあえずやめましょう、ですね、ね、ユニクロ並んでるんだよ、うん、僕ユニクロは素通りしましたけど、うん、ユニクロ並んでまで買い物しに行かなくても、平日でいいじゃん、今外出自粛なんだから。わざわざ土曜日に行かなくても。不要不急な外出は控えましょう。はっきり言って平日の方が道路流れてます。うん。ほんと、まあ、行くとこないからと言って、買い物に行かれるかと思うんですけどね。ちょっとこのゴールデンウィーク我慢してもらってね、このコロナ渦ですか、乗り切れればね、はいはい、これ本当2週間後に分かることであって、はい、ね、非常事態宣言が出て東京も1回30人とか40人になってまた160人になってますけど、あの数字は出ていますんでね、はい、これが不要不急にね、はい、中だるみしちゃって、ここで中だるみするとまた感染者増えますから。ね。うん、なので、ちょっと頑張りましょう。お家で、やることなかったら、チャンネルボギー見てください。よろしくお願いします。はい、以上です、はい。はい。はい。ありがとうございました、少佐。はい。まあ、そういうことで、今日は長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。明日は誰がやるか分かりませんけれども、また、ボギーチャンネルの方は、ボギーチャンネル公認 YouTube チャンネルボギーの方で、今後もアップロード1日1動画上げていきます。よろしくお願いいたします。なとこですかね。ありがとうございました。失礼いたします。では終了です。ありがとうございます。